はい、こんにちは。今回はね、あんまり珍しいものを買ってきましたね。ぬいぐるみというのはあまり買わないんですが、まあ、珍しいものがありましてですね、これですね、白蛇さんです。で、この白蛇さんは、ここにこの皮がね、多分銀の皮だと思ったんで、これがなくなって、こう白い姿になってくるんだけど、まあ実際で、ね、蛇の中でこういう、なんていうのかね、白い蛇っているんですかねっていう、言うと実際いるんですよ。だから実際いるんだけども、私もまあ見たことはありますよ、正直言ってね。ただ、まあ、そうですね、その一回だけ見たことありますけど、めったに、ある意味その見ることができないんですよね。要するにそれは昔から言われているのは、白蛇さんというのは非常にこう幸運をもたらしてくれるものだと。要するにあなたの生涯にわたってその、まあ、保険会社じゃないんだけど、まあ、保証をしてくれますよと、幸運をもたらしますよというようなものなんですね。で、言ってみればそこの例えば全国にある森だとか川とか、そういったところに山奥とかかなに住んでいて、それでそこを守ってる土地の守り神とも言われてるんですよね。で、その例えばよくあるのは、蛇の皮を財布に入れると金運がアップするだとかっていうことは言われてる。確かにあれは昔からその全くのもそのあれなんですね、嘘とかではなくて実際にあるんですよ。もし仮にそういった話が嘘だというのであれば、もうとっくの大昔にそういう話自体がなくなっているはずですよね。ところが何百年何千年と経ってもずっとそういうふうに語り伝えられているってことは、やはりそれだけのやっぱりこう白蛇さんってやっぱり力を持っていて、それだけのやっぱり我々人間では到底、不可能なことをまあやっとのけるんじゃないかというふうなんですね。で、それでまあ白蛇さんってやっぱり不思議とやっぱりそういう生命力っていうのがあって、なかなか本当に見かけないです。大蛇とかはね、あれだってあまり見ないけど、たまに 見かけたりするけど、ものすごいでっかいよ、でっかいのがこういう道路を横たぎってったら見たことあるけど、本来は、まあ、白蛇さんっていうのはなかなかいないんですね。で、なかなかいないからこういったぬいぐるみってのもね、いないのかなと最初思ったんだけど、いたんですね、こうやってね。で、これすごい長いの、こうやってね。こうやって長くて、これいくらかっていうと、680円だったの。680円で中古で売ってたんだけど、まあこれを確かにね、手に入れて置いた、リサイクルショップにある、リサイクルショップに置いてあったんだけど、これをね、会った時は全然知らなかったんですよ。で、店に入って、かなり大きな店舗だったの、大型店舗だったの、なんだと思ったら、これがあって、で、すぐその場で、買ったんですよね。で、その時にね、確かにそのお店じゃね、なんでこれ売ってんのみたいな、本来だったら、そのレア度の高いものとか、なんていうのかね、そんな値段って多分売っちゃいけないだろうっていうようなものが置いてあったりしたんですよ。で、それをいくつかちょっと買うこともできたので、やっぱりこういう白蛇さんの力ってやっぱりすごいもんだなというふうに思いますね。で、これはまあぬいぐるみではございますけども、まあぬいぐるみといえね、やはりこういうぬいぐるみってあまり見たことないですし、やっぱりこうやってぬいぐるみ化されるということから見ても、やはりこういったものを見たら、まあ大事にしてあげてくださいねってことを多分子供たちにこう伝えてるんじゃないかなと思うんですよ。勝手な解釈ながらね。でもほら、こうやって、この、最初は多分実写もそうだと思うんだけど、こういうふうに、金の鱗みたいなのがこうバーッと多分ついてると思うんですよ。最初を巻いた時ね。で、それがこう剥がれてきて、こういうふうに白い姿が出てくる。でも白猫とかやっぱり白い生き物って、なんていうの、鳥なんかも白いサギみたいなのいるよね。ああいうのって本当びっくりするぐらい真っ白くて綺麗ですからね。私もこういう白い生き物見た時にものすごいびっくりしまして、やっぱりすごい綺麗だなと思ったんですよ。全然その体が汚れてるとか、そういったことが全くないんですね。いつも綺麗なんだ。綺麗好きなんですね。すごい綺麗なの。
だから汚れてる姿なんて正直言って見たことないってぐらい綺麗にねなってるのね。ただこれはなんかこう鱗みたいのがついてるから、まあ、これちょっと洗濯機の中で洗っちゃうとこれ多分取れちゃうと思う。多少ちょっと手触ったらボロボロ取れてきちゃったんで、これ取れてきちゃうんじゃないかなと思うんですよ。これがね。だからそういうところではちょっと洗えないかなとは思うんだけど、洗濯機とかね。ただなんかこう布かなんかで拭くとか、そういった感じに汚れたらね、なるかなと思うんだけど、まあ、めったにこれもね、ないです。で、こんだけ綺麗な状態で残ってるっていうのは不思議ですよね。本来ほら、ぬいぐるみっていうとね、やっぱり年月が経ってきたりすると、どうしてもほら、汚れが目立ったりしたりするから、それをこう、洗ったりとかね、まあするんだけど、まあそれでも、だんだんほら、ぬいぐるみの修理屋っていうのがいるぐらいですから、やはりその、だんだん年月が経ってくると、もう、あれですよね。その黄ばんだところもまあ落ちにくくなったりとか、色あせてきてしまったりっていうのがどうしてもやっぱり出てきちゃうんだけど、これはね、そんなに色あせてるということもないし、そんなにね、汚れてる感も全くな、ほとんどないような状態でしたね。だからこれいいなと思ったんですよ。で、それでまあ買いましたけど、こういうところなんかはね、ほら、下もこうやってついてるんですよ、この人ね。で、こういうの。だこういうのを手に入れたんでね、まあこれがあるとね、まあ運気とかそういう全体的なものですね、金運だとか、金運とかそういう、なんていうのかな、周りの、良さとかも全部上がっていくかなと思ってですね。で、こういったものってめったにいないので、やはりそう、ね、物は試しだと思って、買ってみようかなと。で、買ってきてちょっと飾ろうかなというふうに思って買いました。まあ、それにしても、この680円という値段は、680円で税込みですからね、値段はね、ちょっと、申し訳ない安さですよね。だからこれ、お店なんかでね、こういうの珍しいようですけど、そのお店で芝居品としておけばいいのになと思ったんですけど、お店としては芝居品と売らないでこう売られてたんですよ、中古でね。で、ぬいぐるみがたくさんある子なんかね、このでかいのがボーンとこういう横たわってるような感じでこうあったんで、まあ、真っ先にその他のぬいぐるみたちとも一見するほどもう目立つようなところにボーンと置いてあったんで、まあこれで680円だと安いなと思う。多分これ元はいくらでしたんだか知らないけど、多分元は高いと思うんですよね。で、これメイドインチャイナって、中国製で作られてるヘビさんですね。中国製で作られてるみたいだけど、でもなかなかこれあんまり見ないなと思ったんで、これは面白いなと。で、確かにこれがあった店には本当にレアな商品とかがたくさんありました。その日行ったらね、たくさんあったんだよね。で、これ普段こういうところで売ってないよねみたいなものがあったりなんかして、よく行くお店なんだけどね。で、それがめったり売ってないようなものが売ってたりなんかしたから、最初びっくりして、まさかなって、そんな値段で売るわけねえなと思ったら、その値段で売ってるから嘘だろうと思ってね。で、それからほら、中にはもう1週間か2週間近く経ってるから、で、それがほら、レアなものだって分かってれば、ほら、もうね、すぐ買われちゃうじゃないですか。ところが、それが1週間経ってもまだ売ってましたからね。びっくりしたんで、1週間だってもうこれはもう買われちまっただろうなと思ったら、まだそこに置いてあったんで、もうこれチャンスだと思って買ってきたんですけども、そういうものをね。でもこれはなかなかいいなと思います。こうやってね、後ろをこうやって見てもほら綺麗でしょ、これね。ほら後ろこの下のところも真っ白で綺麗なんだよ。これ全然その汚れてるとかさ、そういったものが全くないんだよね。だからどういうところに、これが置かれて飾られていたのかはちょっとわからないんだけど、ただこんだけ綺麗だとちょっと申し訳ないぐらいだけどもね。まあなかなかこれはよくできてるなっていう感じで、こういうヘビさんはなかなかいないですけど、これをちょっとね、飾ろうかなって。ほら、こういうものってね、自分だけがね、なんか得しようなんて思ったら、なんかそれは申し訳ないのでね。ですからこういうふうに、まあぬいぐるみではありますけど、誰かがこれでなんか金運とかね、世の中の運が上がってくれればね、いいなと思うわけよ。まあ、今こうやってコロナで騒ぎでさ、経済もものすごく落ち込んじゃって大変な時期になってるじゃないですか。で、そういった中でやっぱりみんながどっかしらこうやっぱりね、落ち込んでる中でこういったものを手に入れることによって、で、それを動画を通して、で、申し訳ないけど動画を通して見た人が
何かこう金運だとかそういったいろんな運気が、物の運気だとかそういったものがアップしてくれるとね、非常にまあありがたいかなっていう感じなんです。だからこれはなかなかいいものをね手に入れましたよ。どのくらいメートルが長いんだか知らないけど、こんな長いからね、うん、結構長いので、これはなかなか引くかもしれない。でもあれだよね、知らない人から見てさ、初めてうちに来たらさ、蛇がいて、えっと思ってね、びっくりする人いるかもしれないですけどね、こういうのもあるんだね。だからこれをこう飾って楽しんでみよう、楽しんでみようかななんていうのは思いますけど、多分これ随分鱗がもう剥がれ落ちちゃってるから、多分これね、どん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 もう剥がれてきてるんじゃないか。多分ちょっと手で触っただけでね、剥がれてきてしまうものもあったから、で剥がれたんだけどね、一瞬ペッて手に取ったのかな、手に、ね、こうやって残るかなと思ったら残んないんだよね。だからどこ行ったんだろうみたいな、さっきまでこの鱗どこ行ったんだろうみたいな、いつの間にか消えちゃうんですよ、これ。その剥がれたかなと思ったら。だからそれ不思議なことはありますけども、まあなかなかこれ、非常にね、めったに見かけるのでいいなと思ってね。まあ正直、あまりね、こういう動物ってのはあまり、私は水亀座だからあまりね、こういう蛇さんってのは、あんまりこう集めないんですが、まあこれはめったにないっていうものなので珍しいので、まあこういうのがいますよと、実際にいるよと。だからこれの実物を見かけたらですね、それはよほど幸運だってことですよ。それは わずかな人にしか見えない、うん、それはね、要するにこういう生き物を見る人ってのはね、やっぱりあれなんですよ、よほどその純粋な人とかね、そういう人にしか見えないんですね。だから人をいじめてやろうとか、人を見下してやろうとか、バカにしようって人には悪いけど、見えない声がね、現れてこないんですよ。だからこういうものをが手にすることが、 手にするとやっぱこういうものを見たりとか、こういうぬいぐるみとかも多分そうだと思うんだけど、こういったものってのはやっぱりそれは人に優しくして、そのそういうような人じゃないと手に入んないものなんですよ。だからこれはなかなかね、いいなと思いました。だからこれでみんながね、なんか元気になってくれればいいな、いいななんて思いました。さてこれをどこに飾ろうかって話になりますけども、まあなかなかね、こういったものもね、いいなっていう感じでございます。どうもありがとうございました。